はい、どうもめちゃんねるです。本日私はですね、北海道はね、千歳駅の方にやってまいりまして、今日はですね、こちらの ANA クラウンプラザ千歳さんの方でですね、一泊させていただくということで、もうね、まもなく17時もありますので、早速ね、チェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。北海道結構寒いです。はい、ここからルームツアー終了まではですね、なぜか音声が入っていませんでしたので、アフレコでお届けしていきたいと思います。そしてホテルの方に入っていきますと、このようにね、めちゃめちゃ広いレセプションがございます。左手が旧館のエレベーターでタワー棟となっておりまして、こちらの正面がですね、新館のウィング棟となっております。いやー、このねレセプションが本当にめちゃめちゃ広いんですよね。そしてね、非常にいい匂いがします。それではですね、こちらのレストランを抜けて、さらに奥の方に進んでいくと、ウィング館のねエレベーターがあるんですけど、天高も見てください。この通りね、めちゃめちゃ広いんです。そして先に進んでいただきますと、こちらなんとですね、エアクルー用のラウンジがあります。中はどんな感じになっているんでしょうか。そしてですね、ファミリーマートがねこちら入ってございまして、壁の方にはね、いろんな絵がね飾られております。非常にね、いい雰囲気でですね、この長い廊下も飽きさせずにですね、エレベーターホールの方にね、向かっていくことができるという感じです。で、この先にですね、フィットネスなどもあるんですけど、北海道はね、先ほど申し上げた通り結構寒いので、雪もね、かなり残っている状況ですね。はい、そしてこちら左手何でしょうね。これはなんかプールバーみたいな感じで、ビリヤード台があったりとか、バーなんですかね。なんかね、調べてみるとゴルフなんかもあるみたいです。こちら右手が朝食会場になってまして、この奥がフィットネスという風になってます。ではね、エレベーター乗っていきたいと思いますけど、お部屋のね、カードキーをタッチ、こちらでね、していただいて、エレベーターに乗っていただく形になります。まあ、確かにね、こちらの方がやりやすいですね。エレベーター内とかだと慌ててね、カードキーが出てこないこととか結構あったりしますけども、私だけでしょうか。そして本日私はですね、ウィング館6階の最上階というところにね、アサインいただいております。まだまだね、エレベーターなども非常にね、新しい感じがするんですけど、なんとね、もう6年経ってるっていう感じなんですよね。そういうふうにね、思う感じは全くなかったです。はい、そして今6階の方に到着いたしました。右手の方にはですね、これはどっちなんだろう、イオン側なんでしょうかね。まあこれもね、廊下も非常に落ち着きがあってですね、いい雰囲気となってます。で、廊下出ていただくとお部屋がね、どこにあるのか一目瞭然ということで、本日はね、6620のお部屋となってますので、右手進んでいただいて、さらにね、右手といったところなんですけど、見てください。この廊下なんかも非常にね、落ち着きがある感じでございます。かなりね、落ち着いてますよね。なんかね、高級感があって、プレミアムっていう感じをするのは私だけでしょうか。非常にね、いい感じでございます。では、こちらの突き当たりを右に曲がっていただいたところが、おそらくね、お部屋になるんじゃないかなというふうに思いますけれども、どちらでしょうかね。はい、ございました。本日はこちら6620ゴースというところにね、アサインいただいております。アップグレードいただいてます。ありがとうございます。ではね、お部屋の方に早速入っていきたいと思います。お、暗い。はい、電気をね、とりあえずつけまして、まあ、こんな感じでですね、なんかね、いいですね。落ち着きのある、なんか展示ルーム、モデルルームみたいな雰囲気がありますけども、いかがでしょうか。ちょっとね、荷物を置いて、はい、お部屋の中入っていただくとこんな感じで、まあ、カーテンはね、自動で開くタイプではありません。まあ、非常にね、落ち着いてますね。テレビなんかもね、こういう風にあって、まあ、広さはね、そんなに広くはないんですけども、まあ、非常に綺麗ですし、まあ、私一人での宿泊となりますので、広さ的には全く問題ないと思います。カーテンね、開けていただきますと、このように、こちら左手がね、イオン側となってますね。もうすぐそこがね、イオンということになってますんで、買い物もね、非常に便利という感じですね。まあ、雨模様というか、雪模様という感じで、雪もだいぶ積もってますけどね。はい。それではね、お部屋の方、詳細見ていきたいと思います。まずね、玄関の方ですけれども、はい、リュックをね、ちょっと置かせていただいて、お部屋はですね、エレベーターホールね、出ていただいて、右手、突き当たりをさらに右に曲がった、こちらの6620ゴースとなっております。はい、玄関のね、ウッドなんかも、非常に落ち着きがあるね、ウッドとなってますね。まあ、白を基調としててですね、非常に清潔感があって、落ち着きのあるね、雰囲気にまとめられてるんじゃないかなというふうに思います。で、入っていただいて右手側ですね、こちら荷物置く台がございます。これね、使いやすいですね。で、こちらの引き出しは、ランドリーとかのね、
バッグが入っているという感じですね。まあ、下にも、ね、荷物入れていただくことできそうですね。靴とかですかね。で入っていただいて左手が水回りとなっております。まあ、こんな感じなんですけど、玄関が、ね、開かないです。ここまでしか開かない感じなんですね。はい、まあ、ぶつかってしまうんでしょうかね。はい、でこちらがですね洗面所となってますけど、まあ、非常に綺麗ですね。はい、ウォシュレットがあってアメニティ類このように一式ね置いてございます。そしてハンドソープだったりとかボディーローションがね、ございます。こちらのアメニティはですね、他のね ANA クラウンプラザでもこのアンティポディーズだったと記憶しております。ドライヤーにつきましてはイオニティ製のドライヤーとなってますね。でこちら拡大鏡がございまして、下の方にはタオルとかですね、はい、ございます。いかがでしょうかね。で浴槽もねこんな感じで、まあ、家庭用のねユニットバスみたいな感じではありますけれども、アメニティがアンティポディースを置いておりまして、まあ、非常にね清潔感があって新しい感じ、水圧なんかも申し分ない感じですね。いかがでしょうか。はい、まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、このシースルーのね扉がまた雰囲気があっていいんじゃないでしょうか。で、さらに進んでいただいて右手がね収納でございます。このようにですねバスローブがね、置いてございまして、右手にはアイロンだったりとかアイロン台も置いてございます。左手に靴べらとシューブラシがございますね。はい、でこちらにセーフティーボックス、セキュリティーボックスがねドンと置いてございます。はい、バスローブ非常にねふかふかな感じで水分吸う感じですね。でスリッパと、ルームウェアですね。こちらワンピースタイプのルームウェアというふうになっております。こちらの下は空です。はい、まあ、こんな感じでね収納スペースには十分じゃないかなという感じですね。ドアとね同じような木目調を利用されておりますね。で左手には姿見の鏡がございます。はい、まあ、十分です。そして右手の方ね、ミニバーのコーナーとなってまして、電気ケトルだったりとかね、まあ、何よりねこのデスク水がねめちゃめちゃ置いてあるんですよね。はい、こちら2本とデスクにも1本で、チェックインの時にもですね実はね2本いただいているという感じですね。はい、上のね収納は特に何も入っておりません。下の方にはこういったねコーヒーの粉だったりとかティーバッグなどが、置いてございます。上の方にはですね飲み終わったねペットボトルなどをね置いて利用させていただきました。そしてグラス類とマグカップなんか非常におしゃれですね。均等性のマグカップという形になってますね。はい、でこちらね洗い入れなどもありまして、こちら開けていただくと、お、なるほど、これ ANA クラウンプラザさんっていうとね、こちらのスリープアドバンテージというねセットが置いてございまして、紅茶類であったりとかアイマスク、そしてねお電話でね呼んでいただくことによってアロマなどもね、持ってきてくださるという形でございます。初めてね利用させていただいたのは福岡のね ANA クラウンプラザだったかなというふうに思いますけども、こちらにもね当然置いてあるという形です。これ意外とね良かったですね。そしてこの下には冷蔵庫が置いてございますが、まあ、中にはね特に何か入っているということではございません。で足元にゴミ箱がねあってですね、こちらのデスクね非常にね使いやすい感じですね。はい、こちらルームサービスのねメニューであったりとか館内規則とかがね、ございますね。で電気もねつけていただくと、まあ、こんな感じでドレッサーにもね使っていただくことができるという形ですね。でティッシュであったりとか、電話機があったりとか、で引き出しの方にはですね、まあ、目覚まし時計の説明書であったりとか常備灯があったりとか、まあ、いろんなね、メニューが置いてございます。そしてこちらね総支配人様の方からウェルカムメッセージいただいております。ありがとうございます。はい、まあ、ゆっくりねさせていただきたいなと思いますけど、まあ、このようにですね、はい、地元ならではのねお菓子もウェルカムスイーツでいただいております。でこちら USB-A が2箇所とランポートがございますので、まあ、ライブなどもね非常にねやりやすいですね。で先ほど申し上げたチェックイン時にねいただいたお水がこちらの紙袋に入っております。テレビはこれ55インチぐらいでしょうかね、まあ、十分な広さじゃないかなと、大きさじゃないかなというふうに思います。はい、でこの椅子なんかもね、なんだろう、デスクチェアみたいな感じで非常にねいい感じですね。なのでテレビの裏などもね操作しやすいので、 Amazon Fire Stick TV とかね非常に簡単にねさせるタイプとなってて非常にいいですね。でちょっとしたねあの絵みたいなのも置いてあって、ソファーとちっちゃいですけどね机があるんで、まあ、景色をねこういう風に座りながら、見ながらですねコーヒーだったりお酒を飲んでいただいて過ごすこともねいいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらのベッドの方、ツインベッドタイプにね本日はなっております。はい、でこちらがですねエアコンのパネルとなってますね。はい、まあ新しいタイプですね、やっぱりね。
こちらの何だろう、白樺とかなんか木をイメージしてるんでしょうかね。でこちらもね、非常にベッドパネルがウッド調とレザー調のものでうまくね組み合わされたものになってます。でこちらね、ベッドパネルの方には USB-A が2箇所とコンセントが2箇所とあとその他ですね、いろんなねコントロールスイッチがございます。照明などもね調光で調整がねできるという風になっております。はい、まあ、非常にねいい感じです。シンプルですけどね、落ち着きのあるお部屋だなという風に思いますね。まあ、結構ね広さも28平米なんですけど、それ以上にね、あるように感じられますね。非常におしゃれなお部屋じゃないでしょうか。いかがでしょうか。私はね、結構こういう雰囲気いいですね。本日はこちらに一泊させていただきます。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード、下りが 33.19Mbps、アップロード、上りが 52.70Mbps となってまして、意外とね、速度出てるんじゃないかなというふうに思いますし、今こちらのね、卓上ではもう優先なんでね、接続させていただいてまして、非常に安定しているような状況です。はい、ということで本日はですね、こちら、ANA クラウンプラザ千歳さんの方にね、お邪魔させていただいております。初めてね、またこちらも訪れるホテルでございます。まずですね、まあ、北海道を着きまして、寒い。はい。6度ぐらいでまだね、ガンガン雪もね、残ってまして、まあ、まだ北海道、もう春かなと思ってたんですけど、まだまだ甘かったという感じです。まあ、ただですね、私ぐらいになると、これ下 T シャツで半袖なんですけど、これ1枚にこのジャケット羽織るぐらいでちょうどいい。はい。っていうような状況なんですけど、はい。まあ、チェックインなんかね、スムーズに、行うことができまして、まあ、朝食券、こちらはね、IHG のダイヤモンドの特典、ウェルカムアメニティということでですね、はい、朝食券をチョイスさせていただきました。もうエレベーター降りてですね、ハスカップザガーデンっていうですね、オールデイダイニングの会場が、まあ、朝食会場という形になってます。朝早いですね、やっぱりね、空港があるからなのか、5時半から、そしてね、9時半で終わってしまう。朝終わりもね、早いという感じなので、まあその後ね、ランチの営業もあるからっていうところもあるかもしれませんね。なので、まあ明日ちょっと早めに行こうかなというふうに思います。で、今回ですね、北海道ラブ割地域クーポンということでこちらね、いただいております。はい、2000分ね。はい、これもね、取り込んでうまく利用していきたいなというふうに思います。で、こちら ANA クラウンプラザさんのね、はい、総支配人様からウェルカムメッセージもね、いただいているという状況でございます。はい。でも初めてね、訪れましてですね、まあ率直な感想としましては、まあ、新館だからっていうことかもしれませんけど、めっちゃ綺麗。新しい。これでですね、税差入れてですね、だいたい1万円ちょっとぐらいかな。1万1000円ぐらいだったと思うんですけど、で、アップグレードいただいて、ボトムから、予約取ってたのを多分2段階、3段階ぐらいアップグレードいただいて、プレミアムツインというね、お部屋にアサインいただいてます。この上はね、またジュニアスイートとか、まあそういったお部屋になるんですけれども、平米数はね、非常にコンパクト。28平米ぐらいだったかな。30平米ないぐらいですけど、非常にね、高級感ありますし、落ち着いたね、作りになってますので、まあ、まずはね、狭くは感じないですね。まあこれ、レイ君がいたりすると、まあそれでもね、狭いっていうことはないですけど、もうちょっとね、広い方がいいかなっていうことと、まあちょっともうちょっとね、広いソファーがあったらレイ君は嬉しいかなぐらいでですね、全然過ごせないっていうわけでは当然あります。全然普通に過ごせていただくね、十分なお部屋でございます。はい。で、まあ何よりね、空港からめっちゃ近いですね。なんて言うんでしたっけ？あちらの特急みたいな特急みたいなやつ、名前がちょっと今出てこないですけど、エアポート急行みたいなやつか。あれをエアポート快速だったかな。乗っていただくと2駅でね、もう到着するという形です。駅からもね、もう出てすぐね、見えるんですけども、まあ、徒歩で言うと多分6、7分ぐらいかかるかなっていう感じかなっていう距離感ですので、まあ、遠くもないですし、直線ですし、すぐね、隣にはイオンさんもあって、買い物も便利かなと思いますし、下の方にもね、ファミリーマート入ってるので、まあ、非常に便利じゃないかなというふうに思います。で、今日はですね、まあ、あんまりね、お腹空いてないっていうことと、ヒルトン成田さんの方のね、千葉特クーポンで結構ね、ヒルトン成田さんの中でですね、コンビニさんがあって、そこでね、おにぎりだったりとかおやつとか大量に買って、それもね、消化しなきゃいけないので、それ食べたらなんか夕飯いらないんじゃないかなっていう感じなんですね。で、こちらの朝食券でね、明日朝食もいただけるので、まあ逆にこのクーポンにつきましては、今回はね、コンビニとかでは使わずにですね、
明日はフェアフィールドバイマリオット札幌さんの方にお邪魔させていただく予定ですので、まあ、朝食がねそちらつかないということもありますから、まあ、そちらでね利用しようかななんて思っております。はい、ということで、まあ、ちょっとねゆっくりさせていただいてですね、なんかあるのかな、何もなければ今日はね22時半からまたライブをねお届けさせていただく予定でございますので、上にねリンク出しておきますので、よかったらそちらのアーカイブ見ていただければなというふうに思います。ということで、まあ、今日はねゆっくりさせていただいて、明日ね私のオフ会の当日っていうこともありますんで、いろいろなんか準備とかねやっていければなというふうに思います。ということでゆっくりさせていただきます。はい、おはようございます。ぐっすりね眠ることができました。今もうね8時迎えるところでございますので、今日はねもう9時半ぐらいにはチェックアウトをしてですね札幌の方に向かっていかないといけないので、早速ね朝食食べに行こうかなというふうに思います。いや昨日はですね夜ねまったりしてお部屋の中でね、だいぶゆっくり過ごさせていただきました。まあ、ライブの方もね、0時過ぎぐらいまで、やらせていただきまして、本当にね、盛り上がりました。ありがとうございます。ということで、まあ、とりあえずね、朝食の方食べに行こうかなと思います。行ってまいります。ということでね、こんな感じで生ら丼っていうんですか、ネギトロとイカ刺しのイカそうめんのね丼を作りました。あとはねこんな感じで持ってきてます。ラーメン北海道バターをね投入してます。そしてサラダ、いや美味しそう、いただいていきましょう。はい、ではねいただいていきましょう。めちゃめちゃなんか美味しそうですね。やっぱ北海道だけど美味しそうですね。サラダ、うん、コーンとかがなんかうまい気がします。そしてやっぱりねこちらの生ら丼ですね、ネギトロとイカ刺し、結構ね自由に持ってこれるんで大量にねいけます。いただきます。うん、うまっ、あ、めっちゃうまっ。これが普通にホテルのビュッフェで食べれるのがすごいな。めっちゃうまい。うん、はい、そして味噌汁の代わりにですねラーメン持ってきました。北海道バターがね別のこのじゃがいものところにあったんで、この北海道バターを投入してみます。いきましょう。うん、まあ、優しい味ですね。うん、最高。じゃあね、これ食べ進めてお部屋の方に戻ってですね、まあ、総括話していきたいと思います。はい、ということで、ね、朝食でお腹いっぱいになりましたのでジムにね向かっていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。生ら丼最高です。あのネギトロもね美味しいですし、イカも美味しいですし、なんだろう、やっぱ北海道美味しいですよね。はい、ということで、まあ、初めてねこちらの ANA クラウンプラザ千歳さんの方にですねお邪魔させていただきまして、まあ、こちらのね新館のプレミアムツインルームの方にアサインいただきました。最高です。はい、まあやっぱり非常にね昨日ライブとかでも会話させていただいたんですけど、一応こちらの新館ができてからおよそ6年ぐらい経ってるんですけど、まあ、まだまだ全然新しい。お風呂とかも水回りもやっぱり綺麗で気持ちいいですし、やっぱりねちょっとプレミアム感ありますね。高級感があって非常に落ち着くお部屋になってるかなというふうに思いますので、まあこちらはどうですかね。まあ北海道入りが夜遅かったりとか、まあ逆に、北海道から次どっかに行くのにですね、早い便になるとか、まあそういった場合にですね、まあ空港からやっぱり近いので利用していただくのがいいのかなと思いますね。まあ札幌からだとね空港やっぱり1時間弱ぐらいかかりますから、こちらだったらね、2駅で空港まで行けてしまうので、まあ、非常にね、空港のアクセスは、まあ、当然、空港寄りなのでね、いいと思いますので、まあ、そういった使い方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、皆さんもぜひ機会があれば使ってみていただければなというふうに思いました。また私もね、北海道来た際にはですね、まあ、帰りの便なのか、こちらの往路でですね、早めに
遅い時間に来た時にですね、チェックインさせていただくとか、まあ、そんなような使い方をね、させていただければなっていうふうに考えております。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。Did you pack the flashlight, the blanket and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at.I'm glad you came for a while. I thought you might be bailing. Is that the same?